2月の18日の子供の状態です。この間ね、味噌汁どうしてもいい笑顔だねどうしても食べなかった状態だったんですけど、順番を変えてね食べるようになりました。やっぱりご飯をね先に食べたがって食べなかったんですね。だからご飯と一緒に味噌汁を出してることでご飯の方に目がいて食べなかったんですけど、先に味噌汁をね食べさせるようにしたら食べるようになりました。でもやっぱり味噌汁食べるのね最初嫌がることもあるんですけど、こう食べる時に褒めてあげることでどうもね喜んで食べるようになってくれました。褒めるってやっぱり大事だなって思いますね。ね、偉いね。ね、ちゃんと食べれてね。もう偉い偉い、すごいすごいぞ。もぐもぐ、もうすごいすごい。うんうん。やっぱり子供のテンションに合わせて、やっぱりテンション高く褒めてあげると喜んでくれますね。ね。すごいね。自分で食べられるってすごいね。うん。そしてテレビをねずっとつけてたんですけど、テレビの方に向いちゃって食べなかったので、食事の時はテレビを消すようにもしました。ということで最近解決した困ったことでした。にゃ。ではまた伝えていきましょう。